これはもしかしてあの ロリコンちゃん、松本です。じゃあそれ、ハンスバーグリ二階堂です、はい、今日はね、大阪、はい、来てます。はい、来ました。どうぞ。どうも。おお、パパさんです。久しぶりです。今日ね、どんちゃんからちょっとココパンさんにね、プレゼントがあって、うん、そういつもね、お世話になってるっていうことですね。そうだね、いろんなお世話になってるから、うん、はい、どうも、いつもお世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。プレゼント買ってきましたんで、いつもお世話になってますという気持ちを込めて、はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、どうも。なんか黒い袋で、はい、ちょっと嫌な予感がします。いや、そんなことないですよ。ないですか、うん、大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。いえいえ、どうも。これはもしかしてあのおしゃれでしょ、これ結構ね。ちょっと読んでみてください、うん、これぞ線が超定番、うん、そうそう、定番のやつ、超定番、スーパーフィット、ありがとうございます。はい、うん、あれ、もう一個あったでしょ。もう一個あります。持ちましょう、持ちましょう。 ありがとうございます。色違いっていうのがですかね。色違いですね。いや、プレミアム、うん、できたら使い方を教えていただきたいんですけれど、使い方ははめて上下運動するだけですね、これ。はめて簡単に使えるやつなんで。ありがとうございます、はい、ぜひ使ってください、これ、はい、ぜひ。よかったですね、これをだから表に自分で挟んでるからさ、ね、触れられずに繋がれるっていう。こうやっとけってことですか。そうそうそう、男性気持ちいい、うん、あ、コマさん営業なし、営業、これ本でも読みながら、うん、そうそうそう、めちゃコミックスかなんか読んでる。めちゃコミックス、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。大事にします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。普通に喜んでるやつ。マキオタ道中記、マキオタさん、これ、ありがとうございます。先ほどのお礼にありがとうございました。まあ僕じゃないですけどね。あ、そうだった。これ、窓語り店のベベちゃんと一緒になってるやつだよね、これ。あ、そうか。ほら。マキオタ道中記。はい、ということで、はい、抽選していきます。イエーイ。今回何かというとこれです。おー、すごい。綺麗な紙。はい、はい、スノーミ、紙？スノーミク。はいはいはい。ゆきみくの単調ズルバージョン。なるほど、1名様、はい、ということで、こういうとこかね。そうね、はい、じゃあ抽選していきましょう。じゃあ、はい、このページで抽選していきます。レッツゴー。はい、こんな感じで158名の応募がありました。その中から1名、このいつものっていうか、あんま使ったことないツールで、うん、1名選出。はい、藤原ゆき12号さん、おおめでとうございます。ジュニベリが好きなのかな。コメントを今こうやって見てみますけど、はい、はいはい、コメントがないんですよね。あらあら、なぜかというと、チャンネル登録の確認ができるようにコメントもしておいてくださいって言ったんですけど、はい、コメントがちょっと見当たらないのか、あー、なるほど、うちの教え子から承認されなかったのか、どっちかだと思うんで、まあ、食べ口だったりとか、そういう関係かもしれない、はい、ない。ただ、チャンネルを今検索したところありました。あー、なるほど、はい、チャンネルを検索したあって、チャンネル登録も僕のチャンネル登録してあったので、あー、なるほど、はい、あ、それは良かった。まあ多分ね、この前あったと思うんですけど、その時にね、はい、今それでライブ配信中だったので、あ、ちょっとコメントをしてきました、はい、なるほどなるほど、はい、コメントがあったのは多分そのためだと思います。なるほど、はい、ということでね、メッセージもいただいておりまして、よろしくお願いしますと、可愛い顔文字付きで、あらば、そんな感じ、はい、これですね。あら、なんかきちんとされた方ですね。そうですね、僕ここは外箱をちょっとカミカミして送っときましょうかね。なんでよ。あ、もうほら、噛むけんこんな穴開いてんの。なんでだよ。ということで、おめでとうございます。この動画公開から1週間以内にご連絡をください。公式 LINE、Facebook でご連絡をいただければと思います。はい、はい、ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。おー、ケッピーちゃん、チャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットでも